どうもこみです。さて本日はですね、サザンクロスですね、これに関して、ちょっと見ていきたいというふうに思います。タウンホール13が、実装されて12でかなり、その猛威を振るっていたサザンクロスも対策というか、攻め手側の対策がかなりできるようになったことでね、結構減ってきてはいると思うんですけど、今回クラン対戦リーグ参加してみるとちょいちょいやっぱ見かけますよね、こういうある区画をもうその箱型に区切ってるような配置。言ってしまえばこういうことですね。サザンクロスって皆さん分かってらっしゃる方はもう、ご存知だと思うんですけども、ここにこういうふうにね、区画が区切られてるような、こんなような配置です。これ何が怖いかっていうと、当然外周をこうね、ぐるっと回らされている間にいろんなとこからこう、ダメージを受けてしまってユニットがやられちゃうっていう、そういう、いやらしさを持った配置なんですけども、これをどう取っていくかっていうのがですね、本日のテーマになります。合計3本見てもらって、1つは空で取ったリプレイ。で、もう1つは陸。で、最後1個は、サザンクロスの怖いところっていうのをね、怖さをちょっと、見てもらえるような、内容にしていきたいと思ってます。失敗って言っちゃえば失敗なんですけども、決して侮れないよくあるケースなんで、参考になるかなというふうに思ってます。さてですね、で今回なんですけども編成は、スーサイドドラゴンですね。これどういう風に考えていくのかっていう、その考え方のところをですね、中心に見てもらえたらと思います。まずここですね、ロイヤルチャンピオンでしっかりとこのインフェルノタワーを追っていきます。こういう壁の中の施設を、壊せるユニットっていうのが突破兵器以外にロイヤルチャンピオン出てきたっていうことがめちゃくちゃ大きいですね。でさらにはこのイーグル砲もバーバリアンキングで追っていて、アーチャークイーンを使ってさらにですね、こちら側、三次側のカットをこう測っていってますね。最後インフェルノは残っちゃうと思うんですけども、今パスつけましたけども、相手のアーチャークイーンまではこう処理できていきます。防衛軍これ釣らないようにしているのかなと思います。釣っちゃうとですね、陸系の防衛軍アイスゴーレムとか入ってた場合、ドラゴンがターゲット取っちゃってあんまり美味しくないので、防衛軍が出てくるこの範囲にはもうスライドユニットだけを入れるような感じにしてますね。でこうすることによって出てくるのがベビードラゴン1体です。おそらくラバハウンドかなんか追加で入ってるんじゃないかなと思うんですけども、それ出てこないですね。こう空ユニットだけで、接触することによって、さらにギガインフェルノにはもうドラゴンを少しですね、こう広めにこう出していく、ここから幅広くこう出していくことによって、こっちのギガインフェルノに向かうものとぐるっと外周回るもの、2つに分かれていくという格好をとってますね。ここまで来るともう呪文の温存量からしてももうあとはほぼほぼ全開までいけるかなというような、雰囲気が漂ってくると思うんですけども、ドラゴン割と外周に流れていってしまってますが、このサザンクロスの場合は仕方ないかもしれないですね。こういう風になっちゃうのはある種外周にどうしてもこう施設が偏ってるんで、これを下手にライドラでこう潰してとかね、いろいろ細かいことを考えてしまうと逆に、策を講じすぎて失敗するかもしれないんで、今回のこの無差別系ユニット、ドラゴンでやるっていうのも一つ方法だと思いますけども、考え方としては、この1区画を、ロイヤルチャンピオンで削る。で、削っていく。で、ここのイーグルありましたよね。イーグルを、残りのヒーロー、キングと、で、クイーンですね。で、ここを、削っていくような感じ。で、全体的に、こんな風な感じの削りを入れて、残ったところにこう、ドラゴン回すと。回すという感じですね。いやー、なかなか見応えのあるねアタックだと思うんですよね。結構ドラゴンの残った体数なんか見ても圧倒的さが分かってもらえるかなと思います。もうさすがにですね、今までみたいにバルーンをヘイストでとか言う必要なく、ロイヤルチャンピオンで1区画を完全に潰せちゃうので、そのアドバンテージがかなり大きいんですよね。なのでそれをですね、存分に使うとこうサザンクロスだいぶもうカモンになってきちゃうかなっていう風な、もう環境です。もし見かけた場合はですね、タウンホール12の頃のその恐怖心っていうのがあると思うんですけど、あまりそこにこだわりすぎずに思い切ってこうカモンにしちゃうのはありかもしれないですね。さて、で2つ目はホグライダーです。でホグライダーを使う場合、これもですね、コツがあって、それが今出てきたこれです。あ、ごめんなさい、投下兵舎じゃないわウォールバスターですね。このウォールバスターをガツンとこの真ん中に向かわしていくんですね。ウォールバスターを、でそのまんま中に入っているのがイエティたちが出てくるので、それでですねギガインフェルノを序盤に潰しちゃいます。で、ここですね、
と、ウォールバスターが壊れて中からアイスゴーレム と、イエティが出てきてますね。こいつらがしっかりと、ギガインフェルノまでこうアタックしていってくれる。これがでかいですね、やっぱり。見てください、これですね。イエティが出てきてギガインフェルノを叩いて、ミニエティと一緒になってこれを潰すと。そうすることによって中心部の、ギガインフェルノが潰せたので、あとはホグライダーをぐるっと外周守らせるという格好ですね。こんな感じでホグが回ってきます。これ真ん中のギガインフェが残っていると、こいつがずっとホグをこう攻撃し続けちゃうんですよね。でもってそれをなんで潰していくことによって、このホグライダーがめちゃくちゃ生きてぐるっとこう回っていく、この念がかけるわけですね。下手に中心部にユニットが流れてしまってばらけるっていう、まあリスクもなくなりますので、だいぶ攻めやすくなっているのがわかると思います。もうあのホグライダーの残った体数なんか見ても、まあ、だいぶいい感じなのがわかりますね。で、まあ、最近ディガホグ編成って流行っていますけども、こういった陣を攻めるにはホグライダーの方がいいかなと思います。なぜかというと、まあ、どうしてもですね、あのホグとディガホグを使っちゃうとディガーとホグライダーがかなりばらけちゃうんですね。まあ、ここから出した場合って、こっち側のこう外周に、ディガーで、ここの内側にこういう風にホグっていう風に言っちゃって、両方にヒールを使うのが難しいんですよね。なんでこれはもうやらずにですね、ホグライダーだけをガスンと回すことによって、まあ、ある程度こう散らばりながらも戻ってっていう繰り返しをこうしますので、そこにこうヒールをね打つと、だいぶ、ヒールの範囲内にホグライダーが入りやすくなって、まあ、呪文のアドバンテージが取りやすいのかなと思います。まあ、こんな形でですね、取っていくっていう方法がありますね。これちょっと説明不十分だったかもしれないので、序盤だけもう一回見ましょうかね。ホグライダー出す前ぐらいがやっぱり、肝になってくると思うんで、さっきねウォールバスターの話をしましたけども、ウォールバスターを入れる前の、実はここも入れながらかな、ここの処理っていうのもね決して 見過ごせないポイントなんですね。これ使っていきます。ヘイストプラスのバルーンですね。まあ、これはタウンホール順位でもよくやってたパターンなんで、分かってる方は分かってると思うんですけども、ヘイストを打っていって、ここにバルーンを当てていって、フリーズでしっかりこの中のねインフェルノと投石機を止めて、バルーンで落としていくという格好ですね。バルーン5体使ってます。で、そのバルーンはあとはもう仕事を終えたんで、まあ、壊せるとこまで壊してねというところで、お役御免。残りはこっちですね、イエティプラスレイジをかけてのこのギガインフェルノを壊すというところですね。イーグルもこれ中に入っちゃってたんで、もうこうなってくるともうもったいないですね。あの突撃かなんか使った場合には、こういう対空砲があったりして途中で落っこっちゃうかもしれないんで、これは確実にもう中心部まで向かわせるぞということであれば、ここウォールバスターの方が全然機能はしますね。当然ながらロックボマーは中心部向かわないし、突撃艦は体力不足、ウォールバスター一択というところでしょうね。非常にお見事なアタックだったかなと思います。であとはグライダー残ったここですね、しっかりこの短い幅のところをこう走っていって、ヒールをつけながら回していくという感じですね。はい、まあ、ここまで2つ見てもらいましたけども、だいぶですね、オグライダーとドラゴンで簡単に取れるんだなっていう印象を持ってもらえたんじゃないかなと思います。まあ施設がカンストはしないにせよ、取り方はそんなに変わんないと思うので、ぜひね見つけたら試してほしいなというふうに思うんですけども、もう一個はですね、あとこれですね、最後ボキボキさんが取ってくれたタックで、これイエティラッシュになっているんですね。どんな風な格好でいくかっていうと、ここを、ライドラでこうカット、ごめんなさい、やっちゃった。なんかさっきからやりまくってますね。ごめんなさい。ライドラでこうカットしていきますね。で、ここにイエティを流し込んでいくと。で、イエティにジャンプを使って、こっちにこう進ませていくっていう、まあ、そんなようなプランになってるんですけども、ちょっと見ていってみましょうかね。何が、まあ、この攻めを最後まで、伸ばしきれないようなものにさせてしまったのかっていうところ、ぜひご覧いただきたいんですが、まあ、序盤は食い火でしっかりとですね、援軍処理してますよね。この辺はもう見事ですね、非常にスムーズで、狙ったところにこう食い火が流れていくようなこのライドラの仕事も非常にお見事ですね。ちょっとクロスボウがいやらしい仕事をこうしてしまっていますけども、まあまあ、序盤の入りとしてはだいぶ綺麗な感じで入っていってるんじゃないかと思います。ジャンプの呪文を打って、このギガインフェルノに対する道を作ってますね。イエティたちのアプローチ、こんなイメージを考えていってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、
さあここからですね、イエティがガッとこう、束になって壁の中をそれぞれ破壊していきます。さらにロイヤルチャンピオンと東華兵舎で、クジ側もこう、破壊をしていって、まあ、時間切れも予防している風なのが見えますね。で、イエティがしっかりこの中心部に入ってこのギガインフェルノを壊してくれていってます。ここまで非常に順調ですよね。順調に見えるんですけども、問題はこの辺りからです。中心のギガインフェルノをきっちりと壊して、さらにイエティが前進していくと。で、イーグル4プラス、インフェルノタワーか、プラス投石機のところ、ロイヤルチャンピオンでしっかりこう破壊をして、さらに奥へとこう進んでいくんですけども、ここからですね、ロイヤルチャンピオンが落とされてしまって、アーチャークイーンが残っていって、でホグライダーもいるというところなんですけども、問題はこういう編成で行ってしまうとですね、ここなんですね。ここと、ここの区画のところを潰せるユニットがもうこれでいなくなっちゃってるんですよ。ホグライダーがみんなここで、ホグが落っこっちゃったので、ここでね、ダメになっちゃったので、あとこの中を潰せなくなっちゃうんですね。そうするとどうなるかっていうと、さあクイーンも壁に挟まれてる間に落っこっちゃいましたね。壁打ってる間に。で、ペッカとかビーダーとか外周をぐる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 回ってる間にもう、このインフェノタワーが猛威を振るってですね、まずはグランドウォーデンを潰していきの、そっからですね、さらに、バーバリアンキングたちにこうターゲットを向けていってますね。で、おまけに、このペッカなんか全然仕事をできてないんですよね。このバーバリアンキングの後ろを歩っちゃってることによって。なので、時間もどんどん過ぎていって、実質もうババキンがダメージを受けながら一生懸命施設を単発でこう潰しているような状態。で、時間もないし、ダメージも受けまくるしということで、最終的にここで落とされちゃうというところです。まあ、ロイヤルチャンピオンもレベルマックス、あとはまあ、バーバリアンキングとグランドウォーデンのレベルが少し足りませんけど、相手の防衛レベルも考えれば十分、攻め手側が強かったと思うんですが、ちょっととしたところでこうね、このサザンクロスって、行く手を阻まれちゃう、まあそういう怖さがあります。まあ怖さっていうのはここですね。この区画からの攻撃、これが、まあ、いろんなところにこう飛んできちゃうっていう、まあそういう怖さですよね。で、さらにこの区画っていうのを落とすのがすごい難しい。壁に阻まれちゃってるんで、この中に入っていけるユニットってのはいないんですよね。イエティなんかはこれ当然入っていけないし。いうところ、まあ、ジャンプの呪文に頼るしかなくなってしまうんですけども、そうなってくるとやっぱり呪文不足とかになってきちゃうので、やっぱり取るからには、使うユニットはホグライダーないしはドラゴン、っていうのを使っていくと、結構ですね、こういう配置、壁を乗り越えてくれるので、中を壊しやすくなって全体がうまく回るかなというふうに思います。で、あとは、ね、その壁の中を序盤、こう、サイドカットもする必要があるので、そのために、ロイヤルチャンピオンだったり、投下兵舎っていうのを、突破兵器を使っていって、なるべく効率的に壁の中、この、外周のこの壁ですね、こういうところを壊していくと。いう格好ですね。これらを壊しながらルートを作って、あとはホグライダーないしは、ドラゴンとかね、を回していくというのが、まあいいんじゃないかなと思います。まあまあ、今回マキロンさんかなり綺麗に撮ってくれたので、この辺ぜひですね、ご参考にしてもらって、もし、サザンクロスなんかがまた出てきた場合にもね、それを、いい、その星取りのカモとしてね、ターゲットしてもらって、うまくね、気持ちよくさらっと全開撮ってもらえたら、私は非常に嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひぜひ、ご参考にしてもらえたら幸いでございます。はい。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。